から断る勇気ができず何でも引き受けてしまうところがありました。ですので私は引き受ける前に必ず相手のためになるかどうかをしっかり考え、相手のためになると思ったら引き受けるのではなくて、相手がわからないというところは教えてあげたり、一緒に勉強しようと誘ってみたりするようにしております。わかりました。トラベルの勉強をしていらっしゃるということなんですけども、どうしてホテルを志望してますか？はい、私は去年国内の国家試験を取得いたしました。勉強している際にホテルや旅館についても触れることがありました。勉強していくうちに私は旅行会社よりもホテルや旅館でその場でお客様をお迎えしたいというふうに思うようになりました。